上山義則は、実業家。近畿日本鉄道元社長、会長、近鉄グループの元代表者。新潟県西貫原郡島城村に、東京大学学生、上山義春、吉野長男として生まれる。生家は、浄土新州本願寺派、小生寺。新潟高等学校を経て1940年京都、帝国大学法学部卒業後。 広漁業を経て1945年に近鉄入社。1981年に代表取締役社長。1987年に会長。1994年に相談役就任。1995年、君一等随法省受賞。社長就任時には、攻めの経営を表明し、三大プロジェクトと位置付けた、上本町や安倍の橋のターミナル整備。 東大阪線開業に注力した。また顧客とのコミュニケーションを重視し、ABC の精神を唱えた。上本町ターミナル整備は1985年、東大阪線開業は1986年と、社長在任中に完成したが、安倍の橋ターミナル整備完成は1988年で、社長退任後であった。1981年から、 近鉄バファローズのオーナー代行を務め、1989年10月、佐伯勲の死去を受けオーナー昇格、1998年まで務めた。オーナー在任期間には故郷である新潟で、バファローズの公式戦が開かれた。ただし、近鉄バファローズに在籍した新潟県出身のプロ野球選手は一人もいなかった。その他関西経済連合会副会長、 アスカ保存財団理事長、朝日放送、関西電力、全日本空輸などの取締役、日野自動車非常勤監査役、本願自問と総代、財団法人文楽協会理事長、大阪コンベンションビューロー理事長を歴任。2009年8月25日、廃炎のため死去、94歳没。翌年の近鉄創立100周年を目前にして、旅立った。なお、 日本政府は死亡日の8月25日付にて上山に13味を追増した。ありがとうございます。